で、運命の準決勝ですね。これは死闘でしたね。同じ市のここに来て準決勝でようやく同じ市内のチームと当たったんですね。ライバルチームと。相手のキーパーは同じ小学校で点取れなんでね。投げんじゃん。入った？このレフリー今日おらんかった？せんなりに。なあ。焼酎ばっか飲んでるって言うて行ってるんですけど、そう2人かわして、出さずに味方に繋ぎました、ね、ドリブルで負けもないね。三笘がすれ止められた。三笘って言ってもらったのよ、見たら。さあ太陽がどうする。さて行け。おいったー、縦に。あー、相手のエースに止められる。いい勝負やな。あ、そうや、思い出した。これでさ、シュンと太陽がバッチバチやり合って太陽がバテたんや。太陽良かったよ、あれで。
さあ、シュンと結構取れたいとったからさ。おっキーパーエビちゃんのヘディングクリアをヨリガムにドラッシュシュート打ちましたけど枠外れてますね。喋ってるよ。どこにおんの？シュンサイドバックポジション自由すごいとこおるやん。左サイドかなこれ。でもこれサイドバックの位置やん。でスローイン投げへんねん。なんやねん、どこでもええやん。でも左にずっとおってん。だから太陽といつもさこうやり合ってたから左にはおってん。さあ瞬対太陽3人がかりで取れない、3人がかりで取れない。クロスまで入れられる。キーパーがなんとか。あ、うまいな。やっぱり迫力ある。うちのエース葵くんはサイドからカットイン。ああ取られた。あでもファウル。すぐボールセットしにカンタが行ったが総称が俺やろっていう感じで俺の前に立つ。あ出てきました。総チャンネル、総チャンネル出てきましたよ。なんか言われてる。宗介、宗介言われてる。さあどうする、走者どうする。これ狙ってような気がするけどな。直で動いてないな。あ狙ったね。あ相手は剣取れ、簡単にキャッチされます。あっと、あー思い出した。そうっすよ、頑張れ。そうやね、多分太陽がシュンとやり合っててちょっとバテてもうて、マッチアップがこうほらソースケになったわけよ。ほんでこれでもういきなりやっべーみたいな入ってますやん、オフサイドで。これでうーわーみたいな先輩やんって俺の頭。だ総称と総助でいかなと思ったって旬に対して、あれを太陽は一人抑えとって、ずっとあっこまで行かれてるから今ああやってシュートまで行かれたけど、あれあの旬がドリブルじゃなくてパス選択したからオフサイドになったんですけど、一人で行っとったら決められててもおかしくないかな。まあそれも太陽のおかげ、太陽がシュンとバチバチやっとった。また陰性タイム入りました。得点どうなん、入ってないよね。あ、そうか、葵が。え、最後もやった？え、コーナーからのサーフマレとロングシュートやろ？これ前と後ろ逆やこれが出てくる。Thank you.
さん言うてますよ。パンダかいよ。ぴったり合ってたけど、スタンディングデッドみたいになって上に飛んできました。こうなって呼ばれてる。違う。飲水の前に入ったのにもう交代ってちょっと何もできない。おっと行った。さあソースのスライディングで奪いました。でも相手ボール。アイソースケ受けます。クロスアイキーパイセン。見てたコーチ陣準決勝で帰ったのかも。あ、おる。あ、ロングシュート。おー、ファイスト。青いの超絶ロングシュート。ナイス3だよ。ナイス3だ。見逃してるのか。コーナーからの1点目は。こういうのに行きましょう。あ、呼ばれてますよ、また。